だいたい1分でわかる今日のエンタメ。俳優の吉岡里帆さんが9月27日、お久しぶりです、呼びましたと着物をまとったどんぎつね姿の写真をインスタグラムで公開しました。 TBS 赤坂アクトシアターで上映中の舞台、劇団新幹線井上歌舞伎狐生命九尾狩りに狐の霊タオ風鈴役で出演中の吉岡さん。本日舞台は休演日ということで、こっちの狐が CM 出動していますと26日から公開されるどん兵衛の CM について触れています。さらに吉岡さんは、そういえば狐生命九尾狩りの稽古が始まるや否やどん兵衛の差し入れをしてくれた安倍貞夫さんのセンスには夏耳でしたとして積み上げられたどん兵衛の写真も合わせて投稿。どん兵衛新 CM では星野源さんの姿が見られず、どんぎつねさんが鬼気迫る表情で鰹節をひたすら削り、最後に星野さんのものらしき眼鏡を月に向かって放り投げるという不穏なものでした。